ティさんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい、可愛い、フラベチーノさんハートありがとう。リングさんありがとう、ピッピさんハートありがとう、博士のナナ、博士のナナちゃんありがとう、ピッピさんありがとう。広島出張終わりました、昨日昼公演入れてよかったです、よかった。こんにちは、今日はですね、アンパンダでございます。こんにちは、ヤマタラさん可愛い、ありがとう、ヤマトさんありがとう。アンパンダ黒しか見えないけど、大好きさんありがとう、みかげさんかわいい、ありがとう。秋って感じ、パンダなのに。アンパンダ新しい顔だよ。タラタラさんかわいい、ありがとう。どこに行けばこのパンダ捕まえられますか。ここ神アツシさんかわいい、ありがとう。でしゅうさん尊い、ありがとう。まむらさんありがとう。マスターボールアンパンダの秋、トラトランさんありがとう、笹1年分ありがとうございます、マスパーさんかわいい、ありがとう、ちっくんありがとう、チョリさんかわいい、ありがとう、かすけさんほんとありがとう、エミサマさんかわいい、ありがとう。昨日飲み会中だったのね、あらけんちゃん、タンポポさんかわいい、ありがとう。アンパンダの中にお姉ちゃんとお兄ちゃんがいる、アンパンダの中に、この中に、ジュリボンさんかわいい、ありがとう、クタラさんかわいい、ありがとう。髪の毛はちょっとリングを作ってみました。バスギアさんハットありがとう。ジュースのパンダ説が浮上、あ、そういうこと、空港気をつけて帰ってね。シューリンさんかわいい、ありがとう、エイさんありがとう、なんかピクミンありがとう、カスケさんありがとう、ほらありがとう。領域展開、赤青紫みたいなしか知らない。しか知らない。シューリンさんとうとうありがとう、あと鮭バルバルさんありがとう。反転術式、赤青紫みたいな。しかし知らないな。ジュイボーさん似合う、ありがとう。上野動物園にはいないよ、おかか昆布。あすみさんありがとう。あ、またコトコトしちゃった、ごめんよ。アンパンダだぞ。アンピの紫 PPAP にしか見えない、どういうこと。ハロウィン、ハロウィンナイトゥ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 、最後のコスプレかな、言うて1ヶ月あるから最後のコスプレなわけないでしょ。配信見に来ないんですか。なんか何でもかんでも最後ってつけたがるのやめてください。トシアさんありがとう。秋アニメもツイート、秋アニメ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 、最近アニメを見る時間がなくて困ってます。和歌山、いよいよアンピが卒業してしまうのか、まだだろ。まだだろ、笹プレゼント待ってます。
ガイシックさんあたりがとう。ダルメシアンね、買ってないから買ってないのにやりたいとか言っちゃった。やばい、期待されてる。買わない予定なのにいける。ハートありがとう。ラストもタブーワードですか？なんで？ラストのものに対しては自分からラストっていうのでね。まだ単位足りてないんだよね。 STU のですか？ STU のですか？ビッカラフェスいいな。その牛と間違えないようにね、しないとね。リアルのさ、多分食べる用だとしたら通らない気がする。麦さんありがとう。来月までです。半袖寒くないですか？部屋の中なので。この部屋の温度は今は25度なんで大丈夫です。おつにありがとう。麦さんありがとう。アシルモンさん結婚してありがとう。寒すぎて泣いてる。家じゃないの？山口がワンちゃんその声なんじゃないかって期待してる。どういうこと？コシさんありがとう。ほらありがとう。家も寒い。窓開けてるんですか？最近のコール、あんなコールがどんどん大きくなってますね。ね、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日コンタクト入れてるのに見えない。見えない日だ。ぴゃん。ぴゃぴゃん。なんかさ、めっちゃ見える人見えない日あるよね。今日マジで見えない。今日コンタクトつけたのにさ、コンタクトつけてないかと思ってさ、つけるか迷ったんですよ。で、え、ちょっと待って、やっぱ私つけてるわってなってさ。ミヤティさん似合う、ありがとう。パンダだよ。癒されるよかった。血圧高くないから。そういうのがあるの。毎年これラストにコスプレする公演が。ああ、なるほどね。じゃんけん、ありがとう。ハート、ミヤティ似合う、ありがとう。パンダっぽいことして。さあ食べる。パンダのモノマネ。パンダのモノマネ。パンダってぐうたらしてるから基本。パンダのモノマネ。これアンナじゃないからやめて。これパンダだから叩かないでね。髪が可愛い。嬉しい、ありがとう。今日はちょっといつもとメイクを変えました。まずファンデーションはあんまりしてない。コンシーラーです。コンシーラーです。コンシーラーだけで、オレンジ。涙袋は線を描く、いつもの線を使ってない。で、あんまり描いてない。チークは塗ってます、一応。これでもあんま見えないよね。配信だと消えちゃったんだよね。
でマスカラがですね、何色って言ったらいいんだろう、ちょっとオレンジ気味のブラウンみたいなやつ使ってます。わかりますか。アスパーさんハートありがとう。リップはみほりんがもらったやつにちょっとプルプルをつけてます。桃太郎さんありがとう。なるほど、うまいね。みたさんなるほど、ありがとう。なんとなくわかる。嬉しいです、分かってください。今日のポイント、お昼の花だる声ありがとうございました。ありがとう、ありがとうちゃん。ハロウィン仕様ですよ一応この配信。あんま見えたらここに置けば見える。難しい。あらららららら、先取りハロウィンでもないよ、言うて10月ですよ。これさ、先取りなんて言ったらさ、いつハロウィンするんですか。ヤマトさんありがとう。だってもう10月ですよ。もう10月よ。福島さんありがとう。え、激辛フェスでココアさんとミツさんがラッシー売ってたらしいんですよ。それでココアさんがえラッシー来てよって言われたんですよ。で私とサラピで行きたいねって言ってたけど、ファンの人が来るイベントじゃんって普通に思って、そう行けなかった。10月末しかハロウィンできないんだったらクリスマスとか大変じゃん。クリスマスとかさ、だってもう11月ぐらいからさ売られてるじゃん。11月ぐらいからさクリスマス売られてるじゃん。なんならさね、イルミネーションとかも11月に始まってるじゃないですか。それも許せない人なんですかね。どうなんですか。それは許せて、10月の中旬とか上旬からハロウィンやってるのは許せないんですか。何度ハロウィンがあったっていいだろう。ね、これ別にハロウィンのコスプレじゃないですよ。パンダハロウィンのコスプレじゃないよ。え、あ、そういうこと。パンダ、うん、このコスプレがハロウィンのコスプレって思っているということでしょうか。そういうことか。パジャマじゃないです。ラインがどういうこと。激おこじゃないし、そうやって言う人嫌い。そうだと思ってた。あ、ね、みんなのためにさ、みんなのためにさ、そういうとこだよ。みんなのためにさ準備したのにさ、そうやってさ、なんかパジャマって言われたりさ、なんかみんなのためにコスプレしたのにさ、あ、ハロウィンなんかと思ったって、みんなのためにだよって感じなんですけど、まあいいんですけどね、こんな気持ちが伝わらないのは。ヒス公文、私なんていなくなっちゃえばいいんだ。うん、ありがとうって言ってる人は、いや、いや、いいよ、いいよ、ありがとう、いいよ。いえいえ、ゆずさんありがとう、いえいえ、つねないねじゃないよ。つねってて可愛いんじゃないよ。グーパン、グーパンです。
そうですよ。買いすぎ、ありがとう。代用して謝ります。代用してくれるの？ありがとう。ありがとう、ありがとう。なんか、まだまだコスプレ、はい、コスプレいっぱい持ってるから、卒業したら絶対着ないし、あげる予定だから、着ないなと思って、いっぱい着ようと思って着ているだけなんですけど、別に着なくてもいいってことですよね。そういうことですよね。私のコスプレは需要がないってことですよね。ハロウィンにしか需要がないってことですよね。はい、リンゴさん、かわいい、ありがとう。そんなことないよ。カタカナ、カタカナ、カタカナ。コスメはいいけど、かわいい私服が見たい派です。それは残念。別は当たってください。ここりんの困り方相談室さん、ありがとう。ありがたすぎて、毎日広島の方向を向い、方向向いて、方を向いて拝みますね。おう、どっち、何、どこに住んでんの。ありがとう。お気持ちが嬉しくて泣いてます。涙ヒューヒュー。しおりしさん、愛してます。ありがとう、愛してます。ありがとうございます。メイドアンナに不思議の国かな。ジュリボーさん、バラありがとう。アナフロム東京、東京こっち、あ、間違えた、こっちだった。フラム東京、ん、間違えた、合ってた、東京。私は四国の方を向いて配信してます。うちの犬が全身像を見たいと泣いています。おお、ドジッコメイド。今回のチェキはね、メイドなので、皆さんメイド安否を見たい方は生写真をゲットしてください。俺も東山の方向いて手振った、ありがとうです。電信はメールでも送りません。コシさん、ありがとう。生まれてきてくれてありがとう。こちらこそ生まれてきてくれてありがとう。メールでもないよ。窓しか見てない人になる。暗闇、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。メール取ったよね、この日を待っていました。それはごめん、でもごめんだわ。残念。パンダのポイントはこの耳、ふわふわな耳、ここの丸ボタン、そして尻尾、尻尾はお見せできないのですが、四国からひもしろ見ればアンナと対面ってこと。そうね、ずっと対面してるよ。どちらかというと香川方面向いてる、わりかし愛媛とかじゃなくて香川方面向いてます。香川、徳島方面を向いて配信をしてます。直線引くと、でも徳島方面の方に割と向いちゃってるから、アメリカの方を見て配信しちゃってた。出直します。あー、ダメだね。私はどちらかというと、うん、アフリカ向けてだったから。尻尾これ黒色だった。でも本当は白なんですよね。あ、レスありがとう。レスありがとう。お話し会の距離を考えると全然近いね。どういうこと？やっほー。
全身コスプレですけど、これすごいスカートの丈が短いのでお尻丸見えぐらいな感じです。おギャドン、テレビ方向だから広島向いてる。知らんのよテレビ方向向いてるかどうかはよかった広島向いてくれて。広島の方を見て配信見てください。もう実質もそうですね、もう実質直接配信見てる感じじゃないですか。わかめちゃんスタイルです。そうなんですよ、尻尾ついてるよ。どうよ、わかめちゃんスタイルなよそうなんですよ、コスプレ多いよねそういう系ね。尻尾見せたらちょっと違うものまで見えちゃうかもしれない耳あったかそう、あふわふわですよ、もこもこです。パンダコスプレ公演をやったら私は欠席します。頭向けてた、すみません反省します。頭向けてた、どっちに向いてたってこと。いいよ、実はわかめちゃんコスプレはちょっとちゃうよ。今週末はいかがですか。イエス、雨の動物園に来そう。確かに私はパンダコスプレ、耳障り心地いいよ。触るか、どうか、うんうん、でしょでしょ。バスケ見に行こうか悩んでます。うん、でももう私香川でのイベントは最後だと思います。これを逃すと私と香川で会うことは一生ないですないですよ。高健さん可愛い、ありがとう。こんばんは。ラストチリパがあるということで、ばったりもないよ、香川に住むわけじゃないんだから。絶対ばったりもないです、香川で。ないよ、ないない、絶対ない、可能性は 0% 知らんけど髪型後ろ見せたくない。アンパンダとまた会えますか。それこそもう会える確率はマイナスぐらい、マイナスマイナス。ラストチリパ早速メール送った、読めますように。パタ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 、チョウチョウ、キツネ、早口言葉なんでなんやろ。おお、私のチリパは聞いたことないな。前回のチリパを聞いてたら絶対分かるはずなのに、私のチリパは聞いたことないだろう。ないだろう。ふだちでキュンは卒業発表してから出させていただきましたよ。いただきました、聞きましたか。足金はね、1ヶ月に1ヶ月丸ごとなのでもう足金はないですね。でもきさんと2回も私させていただいたし、2期生で最初に足金呼ばれたのは私です。アンパンダ
ケンくんハートありがとう。必ずラジコで聞きます。ほんとだよ。アンナにぴったりの早口言葉探してる。ちなみに得意なやつあるからね。でもなんかの時に言えたんだよね。なんだっけ、なんかの時に言えたんよ早口言葉。ラジコプレミアなので、それは任せた、任せたよ。今日はお部屋の掃除を、掃除というか片付けをめっちゃして、段ボールが今日は3つ片付けました。一生終わらないんだけど、全然荷物減らないんだけど、びっくりなんだけど。今日はお洋服を割と片付けました。夏服とか。音楽を流しながらパリピな感じでルンルンに頑張りました。衣替え完了です。完了完了。うん、段ボールにしまってますよ。バックコークも片付けました。さっくんありがとう。冬の曲結構皆さんいっぱい教えてくださって、そういっぱい教えてくださって、ちょっと待っての気持ち。引っ越し代まで高いから少なめにねって言われたってさ、荷物多いしさ、捨てられないからどうしようもないから、私残ったんほっといて、出してくれるならいいけどさ。ドドドドドー、ジャックありがとう。プロエベスト作ってみた。ね、すごい。捨てないんや。捨てるものないし。何ですか、プレゼントを捨てろって言うんですか。そうですよ、宝物ですよ。マジ捨てるもんないもん。捨てるものあったらこの家にないもん。何回説明すんだ。クワス減った、初めて言われた。減ってはないな。雨の方で冬ソング書いたけど多すぎて。でもね、めっちゃ多かった人いたよ。超多かった人いた。いや、これは全部聞けないわぐらいな、たくさん教えてくださった方いる。東京特化区画局長さんありがとう。ニシキアナゴはいつでも譲り受けます。なんでやねん。カルフォルニア、カルフォルニア行ってみたい。ハワイ行ってみたい。冬っぽいけど明確なワンドが入ってなくて、冬ソングなんかって曲は入れていいか悩んだ。なんでいいよ入れて。うん、でも冬ソングって聞かれたら難しいよね。難しい。アンパンダさんだ。
カリフォルニアはディズニーです。そう、なんで分かったの、偉いね、ディズニー。そうそう、あとロサンゼルスも行きたい。ロサンゼルスもディズニーある？え、ロサンゼルスとカリフォルニアって一緒ですか？違う？そう、ユニバもあるし行きたい。なぜパンダになってるん？一角、犬系彼女。冬ソングだと思って書こうとしたけど、歌詞に一面保養素なくてやめた曲ある。でもあるよね、これさ絶対秋とかだとかって思って聞いてもさ、いや秋じゃないかいみたいなあるよね。でも秋っぽいとかあるよね。理由聞いたら威嚇されるの理不尽。さっきも話したんですよ、残念、話したんですよ、ちょっとね喧嘩しながら怒ったんですよ。喧嘩してないわ。クマなのに犬になっちゃった。何の話？ロサンゼルスとカリフォルニア違うのか。東京特区区長さん、なるほど、ありがとう。なるほど、しょうさん、ありがとう。冬の歌はね、演歌に多いのよ。あ、そうなんじゃん。へえ。ありがとう。タワーありがとう。ありがとう。グロージさんありがとう、タワー。パンダタワーですか？それとも昨日の公演かな？わかんないけど。ありがとう。ありがとうございます。それはすまんかった。全然すまなくないよ。パンダになったんだ。あ、朝起きたらパンダになってたんだ。うん、そう、朝起きたらねパンダになっててね、びっくりしたのって言ったらね、嘘だって問い詰められたの。バリバリの嘘で、みんなに嘘を言うんじゃねえって言われて、嘘をつく子はダメなんだぞって怒られました。さっき嘘だけど、フィクションだけど。でも大丈夫、今日の配信は8人ぐらいしか見てないから大丈夫、嘘ついてもバレない、8人ぐらいしか見てないから。アメリカンディズニーはカリフォルニア州アナハイムとフロリダ州オーランドで行きたい。
行きたくない？なんかさ、楽しそう。楽しそうじゃない？パチンチョ俺入ってる？入ってなかった、入ってなかったよ、それは。ミテリオギフトあったら投げたい、ありがとう。でも男女8人以上いるからね。男女8人以上いるからね。8のうちの1人、え、嘘嘘だ。アナハイムはエンゼルスの本拠地。あ、じゃあ私が言ったあれか、ロサンゼルスがなんとかなんとかですか。関さんありがとう、ハートありがとう。内田さん、今あの季節行きたいのは USA に行きたい。10月まで行けなすぎて悲しい。行きたいです、ユニバ行きたい。一緒に行ける人がいないよ。アメリカの人はロサンゼルスのことをロスって言わないらしい。わしら一人コメントしてたら1000人います。ゴキブリみたい。春ぐらいからずっとユニバ言ってますよ。いや違うんよ、ユニバは普通に行く場所で、こうなんか最近行きたい場所、なんか行ってみたい場所はって聞かれたら三重とか答えてたんですよ。けど沖縄とか北海道とか言ってたけど、 USJ にすら行けてないから、 USJ だろ、ないよ。実家から大阪と広島から、実家から大阪と広島か大阪、断然広島からの方が近いです。近いよ近いよ。はい、めっちゃ私さ、あるあるでさ、 LINE のさコメント来たやつをさこっちで返しちゃうのあるあるなんだよね。友達から来てもそうやっちゃう。11月なんて行き放題じゃないですよ、むしろ遠くなるから行き放題じゃないんですよ。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。でもどういうことか分からなくても私はありがとうございますって言う。豚汁いいな。いいな。どういうこと、どういうことだ。明日、あ、間違えた、間違えてはないけど、はてな。こんばんは。なんか人ん家にさ泊まってっていうのはさ、そんな簡単に言えなくない？だって大変じゃん。そんなさ、そんなさ他人がさ誰々の家に泊まってってさ言えんくない？普通に知らんけど、トゥ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 、前髪ってどんな感じだったっけ？分けてたっけ？分けてますよね、分けてますよね、前髪。ブドウジさん誰か、
ルルルルル。そういうことか。すごい髪型と思った勝ちでした。あ、どっちの耳で聞こえてるの？どっちも。昨日を思い出せばずっとなんとかいいのにと思っちゃった。何？ずっと何？なんだろう。耳二つあるね。そう、人間の耳とパンダの耳。一応今どっちも使えてる状態。人間の私も心が残ってて、パンダの私も今心が。ああ、多分続けばいいのに。髪の毛のことは教えてくれないんだ。本物飲むパンダ見たことは？本物ののパンダかな。秋の味覚なんか食べた？そうだな、食べたかな。今日はアサイボール食べました。アーカイブであのちゃんが新曲歌うとこ見て感情深かった。私も見た。これは三つ編みでリングになってます。作為定価マックス。うん、パンダの耳何語を聞き分けるんやろ。勉強しとるけん日本語が分かります。勉強してるからね。勉強してなかったら日本語も分かんないけどね。頑張った。授業前にも言うのも今更だけど、それ以上ノリノリのあんちゃん知れてよかった。ここで確かに確かに確かに。アサイボール、今日のアサイボールは豆乳マジで少なめ、前よりも少なめであって、ドロドロにしてみた。バナナ入れてスムージーかけて、でその後フルーツ乗せて蜂蜜で食べる。これが私のアサイボール。ヨーグルトでもいいらしくて、次ヨーグルトやろうと思ってる。ヨーグルト、ヨーグルト、あと1個残ってるので作れるのが楽しみです。間違えた。ということで、グロージさん、探偵とありがとうございます。ありがとう。昨日は花だれ公園2公演来てくださりありがとうございました。見つけましたよ。どっちももちろんです。幸せでした。ずっとこの時が、この時間が続けばいいのにって私も思いましたよ。まあそんなことはできないので、のことはできないのでね、今を楽しんで四国公演も来てくれたら嬉しいなと思います。四国公演は私最後なので、じゃんじゃじゃーん、グロージさんです。
似てる。髪の毛生えてない、分かんなくて教えてくれなかったからアリコちゃんとグルージさんのツーショット、似てる似てる、これは 100% 似てる。ありがとうございます。髪なしなの？普通は髪描くんですけど、髪の毛聞いたらさーって割れちゃったからちょっとね。こう今まで髪の毛はいろんな人描いてきてるんですけど。思い出せないな。分けてたような気がするんだけど、分けてないのかな。これだけ、これだ、これで絶対顔変わっちゃうの。これで結構絶対変わっちゃうの。だからちょっとここを間違え、分けてますよ。ほら、だよね。そうだよね。そんな気がした。あ、こんな感じじゃん。え、めっちゃ似てるわ。ガチ似てるわ。マジでうまいわこれ。猫出す、猫出してる？でもこんな感じじゃない、マジでこんな感じじゃない、超似てるよ。知ってる人いない？超似てる似てる似てるなんかちょっとスネ夫みたいになっちゃった。似てる似てる、イケメンってコメントが来てる受けるよかった、ありがとうございます。鼻すすってごめんね鼻すすってごめんね。ゆうささん花束ありがとう。負けた、パチパチパチ。ということで今日はなんか話すこともあんまりないので、カラオケをしたいと思います。ですですです、寒いなら羽織っていいぞ、全然大丈夫です。リクエストアワー、リクエストアワー、あ、確かに私のリクエストアワーですか、皆さんのですか。じゃあ皆さんが思う5位の曲送ってください。5位5位の曲コメントで。僕は嫌だ。え、僕らの春夏秋冬4位ですか。4位なわけ。一瞬のスリル、一瞬のスリルってこれないよね、悲しいね。コアラのマーチ、あ、違うか。11月のアンクレーパードゥ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 ルルルル、目の前のカラフルで握りしめたグラスで、あ、あ、飛行機雲ないの悲しい。めっちゃいい感じなのに。僕は嫌だ、僕は嫌だ、僕は嫌だうん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 、公演曲だけであるんかな。
コウコさんが当たっとったよね。13日の金曜日、今日は何か起こりそう。ドキドキして大声を上げたくなる。前も嫌や。あとこんぐらい残ってるって、配信のね、こんぐらいあったらこんぐらい残ってたの。だからあれこんな長いのと思ったら普通に短かったから。くだるさん、ミラーボール4つありがとう。ミラーボールいっぱいありがとう。ひなつさん、結婚してありがとう。カラオケにいるオタクかと思った。じゃあちょっと懐かしのこの曲から最初に行きたいな。畑から集まった25種類の草。
AKB48 さんで野菜シスターズでした。今日の私は動物シスターズです。パンダウォーウォーウォークマイエイエイ。テシングさん、ミスタラさん、タラタラさん、クマピーさん、ミカゲさん、草刈木さん、ヤマトさん、タンポポさん、ありがとうございます。クタラさん、花火師さん、クマピーさん、ミーヤさん、花火…あ、ありがとうございます。食べっ子動物ありがとうございます。懐かしいの曲ということで、エモ曲なんか。髪型自分でしました。ドーナツです。スクープの時にやっていた楽曲ですね。今はちょっとね、野菜シスターズ卒業はしちゃったんですけど、僕この海眺めてる、あるよ。人間関係得意な方じゃなくて、歌ったことないな。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜でも僕は寂しくなかった。街の中にどんな人がいたって、幻想に溢れたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じ
幸せとはどこに存在するのか。手をかざせば誰も見えてくるよ。STU48で僕は好みを眺めてるでした。アキさん、なるほどなるほど。レイシのうぐさん、ぬまぬまさん、ジャックさん、アキさん、ヤマトさん、ミスターさん、ジュリボーさん、ありがとうございます。みかげさん、タンポポさん、ありがとう、ありがとうございます。アンピのこの曲を聴けてよかった、嬉しい、ありがとう。ジュリボーさん、まっありがとう、まっありがとうございます。あ、私この曲好きだっていう曲があるんですよ。それやりたいな。歌えるか知らないけどね、最近聴いてるぐらい。え、あるかな、あるかな。題名が思い出せないからお気に入りにしてるかどうかお気に入りしてなかったら歌える、あった、いいくん、ブラボーありがとう。放課後の教室の窓際が好きなんだ。並んだ机と沈む日の名残、誰かが置き忘れた片隅のバケツにはもう僕で落とした落書きの跡、今青春のど真ん中で生きていると大声で心が叫んでる。観光大使さんが私たちガイドの時に披露していた楽曲で、聴いた時にすごく素敵で大好きになった曲です。少しだけ窓開けて冷たい風を入れた、野球部の声がまだ聞こえてくる、憧れの先輩が卒業したあの日、思い切り泣いて大人になった。そんな涙も汗もみんな一生でぶつかった、心の手応え何かを求めてる、何かに目を伸ばす、それでも掴めるんだ。
そう、勝手にしこ観光大使がやって、大使さんがやってたのを見てすごい好きな曲です。なんか青春じゃないですかね。みーくん、ピロライトありがとう。テンショングさん、オンパありがとう。クワピーさんありがとう。花火師さんありがとう。ミスタラさんありがとう。マリさんありがとう。カニスチックさんありがとう。シオリンさんありがとう。花火師さん、ミラボール掛け銃ありがとう。全その前のマスタータワーになる、違う、ありがとう。花火師さんいっぱいありがとう、ありがとうございます。ジャックさんありがとう。タンポポさんありがとう。ヤマタさんありがとう。ミックンブラボーありがとう。MV も青春って感じだった。あ、そうなんだ、見たことないや、見てみるね。ありがとうございます。明日ミラボールタワーありがとうございます。ありがとう花火師さん。次の曲は何がいいかな。うっとるるる、整うくん素敵すぎた、わかる。言葉めっちゃいいよね、最高だよね。君僕、君僕なんだ、君僕は。ペランペラン、みんなから曲を大募集中。どんな曲でも、夏の曲でも冬の曲でも。春のメロディ、映画見てきたの、何見たの。春の曲でもいいですよ。花道さんってメガネかけてる？前も聞いたよね、これ絶対。こっちじゃなかった。胸折りないんよ、悲しい。あの丘の映画も早く見たい。え、それな？それな、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 原点ないよね。クリコンでアンプ見れないから確かに。あー、かけてる、やっぱそうだよね、前も聞いたよね、ごめんね。うわ、似てる待って、似てる。そして泣いた。何を見たんだろう。自然淘汰もないよ。ココアベリーや来ると思ったところで。何見たんじゃろう。あ、キングダムか。続けてミステリーという中ではしごしたの。映画はしごすごくない？座れんのやけど。すごいね。いいね。好きなんだね。ミステリーという中でやばいよね。感動じゃない？めっちゃ刺さるよね。花火師さん、ミラボールタワーありがとう。前回にも増して似た気がします。似てる、ありがとう。いつもありがとうございます。今日のツイートかな、ポストかな、あれポストありがみかな、今日かな、わかんない、私日付見てなかったけど、時になんか写真を投稿してくれてて、あれすごい良くて保存しました。いっぱいその前も保存したんですけど、とても良くて保存しました。ありがとうございます、嬉しい。最後のイメイさんのカメコも来るのかな、カメコで。
ありがとう。似てるってきてる。似てますこれは。びっくりされてる。違うのか。今までで一番似てるって。似てる似てるんだ。やった。似てるよね。イエーイ嬉しい。似てた。確かに映画読んでさ、原作読んで映画行くとさ、面白みがもっと増えるかも。いいよね。確かに原作読んでなかったからメッセージっていうんだから読みたい。打ち明け花火パッと開いて咲いた花火を見ていた。きっとまた終わらない夏が。海賊さんありがとう。ジャックさん花火さんありがとう。歌ありがとうございます。ということで今日ちょっと懐かしのちょっと四国を行ってるので、ちょっと四国のちょっと楽曲に行きたいなって思います。あ、忘れてた。どうぞ。竹松さん可愛い、ありがとう。フェリー毎回ないよね、悲しい。あれた。僕たちの答え、ようやく
玲太さんで、初恋の鍵でした。テンシリングさんありがとう、ミスタラさんありがとう、クマピーさんありがとう、ミスタラさんありがとう、スクタラさんラブレターありがとう、ナビスさんありがとう、アンビア三大ビスさんなんか名前ゴージャス、タワありがとう、タワだよね、タワありがとうございます、アンピア最大美女さんありがとうございます。そんな嬉しいよ、嬉しいのか恥ずかしいのかもうもはや分かんないけど、ありがとう、嬉しい。今日もお仕事だったんだよね、朝から偉いね。次の曲終わったら書きますね、ありがとう。ミラボールまだ回っとる、嬉しい、ありがとう。そしてさーくんありがとう、くたらさんありがとう、しおりんさんありがとう、竹まつるさんありがとうです、ありがとうございます。初めて聞く曲だけどいい曲ばかりね、いいですよね。四国の方に手振ってる、私も四国の方に手振ろう、やっほー。ということで一回次の曲を歌ってタワーの上を書きます。夢に出てきたの、私広島観光したんだ、いいじゃないですか、いいな、私も広島観光したかった、夢で。懐かしい、ももちゃんとやんちゃんの何がいいかな、今日ラストじゃないけどね、まだまだラストじゃないけどね、ASMR 聞かせよう。ASMR 聞こえたんかな、どう聞こえとんかな、嫌な音で聞こえとったらごめんね、私はみんなを喜ばせようと思ってやっただけなんだから許してね。では次はこの曲です、どうぞ。
STU48で大好きな人よでした。大好き人よじゃない、大好きな人でした。ゆばりさんありがとう、ベックさんありがとう、くまっぴーさんありがとう、しおりさんありがとう、かにしちくさんありがとう、さーくんありがとう、うーたさんありがとう、ぽかんさんありがとう、くだらさんありがとう、花火師さんありがとう、たかけいさんミラボールありがとう、ありがとう、ありがとう、キャラメルさん、レッチャマン、ありがとう。ありがとうございます。意外に最近聞いてなかったこの曲。でもマジガイドだね。今日マジガイドだね。ガイド公演、今日。マジで。2番の歌詞いいですよね。わかる。この曲は STU48 2期生がね、加入するっていうのが発表された時のソングで、なんか2期生のなんかね自己紹介動画みたいな撮ったんですよ。その最初でまず最初になるでん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 みたいなので始まって、それで思い出深いなんか2期生のオーディションの時のソング、まあ、ファンの人にとってはもっと違う思い出もたくさんあるだろうしね、かまあ卒業ラッシュって言い方は変ですけど、 STU48 にも離れていったメンバーが多かった楽曲でもあるので、ファンの方にとっても思い出深いと思うんですけど、私たち2期生にとってはやっぱりオーディション動画の時に流れてたので、オーディションっていうイメージがすごく強くて、室内もそうですけど、こう新たな一歩を踏み出したなって思う楽曲なので思い出深いです。なのでこう3周年、2期生の3周年コンサートをやった時に一番最初のセトリが大好きな人で、そうすごくエモかったですね。そう、切ないよね、あの曲。サビを何回聞いたんだろうか、いろんな子を見てね。出会いと別れ、そうですね。これから卒業はするんですけどね、将来、これからの将来も楽しみですね。
幸せになってな、ありがとう。ということでアンピア三大ビザさんとありがとうございます。ちょっと自分でこのね、あの名前を言うのは恥ずかしいんですけども、名前ということでありがとうございます。ミラボールタウンありがとう、ミラボールありがとう。お仕事お疲れ様、今日4時起き頑張れましたか？早く寝てね。夢も見たということなので睡眠が浅いということで心配です。早く寝て睡眠をしてください。明日もお仕事ですか？頑張ってください、ファイト。今日はおりこちゃんファミリーオールメンバーということで、おりこちゃん、おねこちゃん、おむしちゃんを描きました。ありがとう、ありがとうございましたわ。拍手喝采、雨嵐、ありがとうございます。アンピが夢に出てくれたおかげで頑張れました、よかった、頑張れた。客席で会うことはないよ、なんか気まずいもん客席に行くの。アンピも含めると4キャラ。なんで私も含まれたん、なんで私も含まれたん。あおちょこ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 ちょ隣アンピみたいな。三大美女の中でもアンピが一番の美女なの、やっぱえぐ、ありがとう、嬉しいだけ。トゥルルトゥルルトゥルル、送る側の曲として大好きな人はガチいいよね。悩みある？悩み聞いてもらおうかな、みんなに。私の悩みはですね、そうだな、今ちょっとお腹が空いてきてること、公演後お見送りを連番したいです。なんで？何する？何する？もう変やんか、なんで？冷蔵庫何かある？食べたくはないよこの時間に、負けだと思ってるから。でもあれがあります、モッツァレラチーズがあります。卒業後にチャレンジしたいことある？卒業後にチャレンジしたいことはディズニーに行きたい。月見パイ？お月見パイじゃん、いいな。何食べたいの？食べたいもん納豆ない。何食べよう、ささ、そうか、ささ、ささがないんよ。モッツァレラゲーム、モッツァレラ、モッツァレラチーズ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 。ミッキーに見えてきた？モッツァレラチーズ壊れてないよ、ゲームをしてるんだよ。モッツァレラチーズ、ピザ食べたい、わかる、ピザ食べたい。これ引っ越し用のガムテですよ。
ミッキー得意なの素晴らしいね。素晴らしい。私服？私服だと多分ね、これユニバ行けないよ。ユニバ行ける格好じゃない。ユニバでね、多分足出しすぎて怒られる。卒業まであと何日。ユニバ服装言われるよ。ディズニーもね割と厳しいですよ。ディズニーもね顔白塗りダメだったりとかしますね。ユニバもねダメですよ。多分顔に色塗るのと目の周り黒くするのも多分ダメ。お腹出すのも出しすぎは注意言われる。カウントダウン楽しそうに言うな。確かにファンデーションって言えばいいんじゃない。私のハイブファンデーションなんです、やめてくださいって。何歌う、何歌おうか。何がいいんだろう、何がいいんだろう。お腹冷やしちゃうから。そう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 、お腹冷やしちゃうからダメよ。それでは聞いてください。ジャンバリミッキー、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 ズンズン。ドゥッ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 ドゥ。今日も売れてる、嬉しい。ドゥッ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 。僕らのクラスのリーダーはミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー。やつの名前を出すんじゃねえ、ディズニーだ。やつはディズニーだ。バンされてしまう。やめろ。厳しいんだ、コンプラ厳しいんだ。やつらのクラスのリーダーはみちさん、みちさん、みちみちさん。優しくてなんとか元気者、みちさん、みちさん、みちみちさん、みちもさん、みちさん、みち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 さん。僕らのクラスのリーダーはみっちゅさん、みっちゅさん、みっちゅみっちゅさん。ジャンボーリみっちゅさん、ジャンボーリみっちゅさん、ジャンボーリみっちゅさん、ジャンボーリみっちゅみっちゅ。そう、キャプテンだからね、リーダーだから。カリスチックさんありがとう。これはみっちゅさんを歌ってるだけであってディズニーの曲ではありません。残念でした、残念でした。みちさんが巻き込まれてる、みちさんが巻き込まれ事故になってる。別に歌ぐらいではね、さすがにこれの歌ぐらいではバンはされません。さすがに11月5日に卒業します。みちさんの前で僕らのクラスのリーダーはみっちさん、みっちさん、みっちゅみっちさんって。やろっかな、できるかしら。私にはちょっとできないかもしれない。いちごさんありがとう。できたらいいんだけど、できないかもしれない。喜んでくれるかな。でもできないよ。じゃあ今日はあと2曲歌って終わりたいと思います。何がいいかな。俺とほぼ同じです卒業。え、どういうこと。ドド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 ドラえもん卒業前の課題でできないと卒業できませんみたいな。やばい、やんないと。ドゥ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 。
ャンポーレミチュジャンポーレミチュってドゥ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 僕らのクルスのリーダーは練習しとくわそれまでに披露できるほどの。初めから変わってないですね私。自己紹介、右から読んでも左から読んでも ANNA アンナー、ありがとうございます。みんなに会えてうれぴーすきぴー大好きぴー、香川県出身20歳のアンピーことカムタアンナです。です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 。何の曲にしようかな。ちょっと可愛くてごめん生まれて、トゥトゥトゥルトゥ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 。乃木坂さんにしようかな。乃木乃木坂坂坂乃木坂坂。愛しいとでも愛を思う。なんでてるる。あとでててててててて。はいえっと食べやめ。あふれやすたおい。ロマンス占いなんてそんな信じてなかった。愛にあふれた歴史ドゥル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 。丸亀お正月がなし感じしまきつつなった。確かに。ケンジさんかわいい、ありがとう。サラピーの年1個下です。ドーマテッドさんかわいい、ありがとう。あ、無謀いいね。その後やるね。じゃあちょっとしんみりした曲、しんみりはしてないけどめっちゃいい曲です。それでは聴いてください、どうぞ。
ディーボーイさんありがとう、ヒゲスさんありがとう、花火さんありがとう、ウィンディーボーイさん、ミラーボールありがとう、ミスタラさんありがとう、ドラップさんありがとう、ミー君ありがとう、シオリンさんありがとう、ミンミンさんありがとう、ミニボイさん、ミラボー2個ありがとう、ありがとうございます。乃木坂46さんで君の名は希望でした。トゥープさんありがとう、テンショングさんありがとう、ユサさんありがとう、アナちゃん似合いそう、嬉しい、すごく素敵な曲ですよね。私も久々なんですけど、すごく素敵な歌詞で、もう本当に名曲、名曲です、名曲の名曲の名曲です、大好きです。ということで最後の2曲か1曲にしたいと思います。ドゥ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 、まつげの上がりめっちゃ良くない？めっちゃいい。きっかけあるよ。また次歌いね。あーいいね。泣ける曲準備中。泣けない曲にするわ。元気な曲にしますね。ではどうぞ。前しか向かれ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くを睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。お前と出会い、ずっとつるんで青春の日々に反抗してた。人生にとって大事なことは未来にあると僕たちは知った。今が楽しくても永遠に続くわけじゃね。しがみつくな、前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。あらぬ人生にビビってるけど、もう後には行けねえ。歩いた道振り向いたって、風が吹いているだけ。ウォー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 、俺が恋して破れた夜はガキの頃のようにブランコに立ち、汚い言葉大声で叫び、そばにいてくれた優しさが染みた。どんな辛くたって悲しみが続くわけじゃね。強く生きようぜ、前しか向かねえ、別れの時明日を信じようぜ。お前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる。別々の道進んだって空は繋がってるんだ。ウォー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 、わあわあ、イエーイ、わあ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 。
前しか向かねえ最後くらいはカッコつけさせてくれ新しい世界にビビってるけどもう後には引けねえ歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ Wow 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 ミンミンさんありがとう、ドラップさんありがとう、ミスタラさんありがとう、ウィンディーボーイさんありがとう、クマピーさんありがとう、ドラップさんありがとう、ケンジ愛してます、ありがとう、愛してます、ありがとう、壁当てさんありがとう、ありがとうございます、あ、真空拳さんありがとう、え、ケンジさんありがとう、タワーありがとう、え、ありがとうございます、ございます、ございます、タワーありがとう、ケンジさん、なんでありがとう、ケンジさんありがとう、ありがとうございます、うわバイスの曲、あーリクエスト、こちらこそリクエストしてくれてありがとうだよ、敵の曲だよね、あー負け目を見ないで、負け目見たら罰金です罰金1秒1円で取ります見ないでください、何の絵にしようかな、留学行くんですか、海外が好きなのかな、カナダに住んでるんですか、出身カナダですか、いくらでも払うって、なんでや、なんと、好きなキャラクターはありますか、留学か、頑張って、留学か、どこに留学行くんだろう、かっこいいね留学、何のキャラクターが好きですか、好きなキャラクター教えてください、歩いた道進んだって風が吹いているだけ、うん、ワン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 、リラックマ、私上手くない、普通に、だってこう今パッて書いただけよ、私上手くね、普通に上手くね、普通に上手くね、いや普通に上手くね、エレン・イエガー、ダンス初めて聞いた、バナナバナナナバナナバナナバナナ、ミニオンってどんなんだっけ、ミニオン
だ？これパンダのコスプレだよ。パンダパンダ。うまい、ありがとう。ボブって毛生えてたっけ？ボブはね、毛生えとらんよ。目の色が違う。ピカチュウ。今日はなぜパンダに？朝起きたらパンダになっとったんよ。理由なんてものは存在しない。ピカチュウ、ピカチュウ。あ、なんか影薄いピカチュウ。ゲンジさん、お城タワーありがとうございます。ありがとう、配信来てくれて、見に来てくれてありがとう。レクストもすごく嬉しいです。ありがとうございます。また配信に来て、コメントしに来てください。遊びに来てね。留学頑張って、どこ行くんやろう。頑張って応援してます。私は留学怖くて挑戦できないんですけどね。学ぶ、何を学んでるのかね、素敵ですね。応援してます。頑張って、悪い人に捕まらないようにね。ありがとう、ケンジさん。 Thank you。 パンダ描きました、オリコちゃんと。ヨーロッパ、おしゃれだね。ヨーロッパ、ヨーロッパって何語？ボンジュールとかですか？パンダさんです、ありがとう。捕まりません、よかったね。ボンジュール、フランス語か。ヨーロッパってどこ？ヨーロッパ、ドイツ語？ヨーロッパは何語？あ、普通にハローですか？ハロー。ラスカル？ラスカル町なの？アンピーランド？アンピーランドへようこそ。鍛えていくぞ、みんなのこと。鍛えていくぞ。ダメ！それダメ！これダメ！国によるかと、確かに。ヨーロッパもいろいろ、あ、やっぱそうだよね、そういうことだよね。地域というかあれだね。アンピーランド怖いから。ダメ！そんなんダメ！なんでそうなるの！ってなるから。アンピーの気持ちが分かるように聞いてください。あーってなるんです。なるから。自己主張強ければいける、海外に。あ、そうなの。で、直してかーいって言うかもしれん。なんだよねん、ビリ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 バン。何カ国も話すの、アンナママランドに移住してもアンナがついてくるから。アンナがついてくるから。残念残念。大阪の広瀬さん、結婚してありがとう。超スパルタなランドなのね。ハッピースマイルランドだよ。幸せハッピースマイル、ウルトラウルトラ元気になれるよランドだよ。お酒飲んでる？飲んでないよ。ブラックじゃないでしょ、ホワイトでしょ。アンピランド入国審査厳しそう。簡単に入れるよ。簡単に入られるこそ厳しいんですよ。オリコランドは真面目だから、みんな真面目に生きてね。ちょっとした信号を黄色になって0秒の間もダメだし、こう歩道で青信号から赤信号に変わって点滅するじゃん。点滅した時に渡るか渡らないかで走ることあるじゃん。それもあのNG だからね、 NG 項目だしよ。ちょっとでも赤になった瞬間ビービーって言って逮捕ってなるから。逮捕ってなる。
あとはまあテスト中とかも、テスト中だよ、授業中もなんか授業に関わるおしゃべりはしていいんだけど、授業に関わるのおしゃべりした瞬間ドゥンドゥンってなるから、あのさ今日のご飯何ってドゥンってなるから、厳しいよ。厳しいというか真面目なだけね。オリコランドオリコだから、オリコランドとか。でも普通にさ難しくなくない？だって普通にさオリコに来てればさ別にさ問題なくない？せっかちだから私もせっかちだ。シビアさがデスゲームのそれすぐだーんってなるか。ヤギウスクさん、なるほどありがとう。いい子だったら別に辛くもなんともないよ。いい子であればね、普通の子だから。ゴミのポイ捨て取り締まってほしい。いやそれはマジでそうよ、マジでそう。そうオリコランドは厳しくない、普通なの、お利口な場所なの。だから厳しいと思ったらちょっとそれはまあね、鍛えられますね。知らんけど知らんけど、シンガポールに近い。あ、そうなんですか、知らなかった。その髪後ろどうなってるの？ピンで留めてます。本当は嘘です、これは冗談で、衣につけてあげたのでこの形で固まっています。しっかりしそうありがとう。パンダの尻尾は白色。アンペオリコランドで捕まるなんてことはないよ、お利口だから私も。かげすこさん、かわいい、ありがとう。そう衣つけてあげました。おいしいの、おいしさ、おいしいかどうかは別じゃない。支配者側だから捕まらない私ついするのか、独裁者になっちゃう。パンダの残り、パンダリのパンダの毛が出てきちゃった。あれどっか行っちゃった。あ落ちちゃった、また落ちちゃった。チュロス食べたくなった、わかる。お疲れ様さん、かわいい、ありがとう。揚げ物大好きです、わかる。無惨様レベルやばい、無惨様になっちゃうの。俺は殺してこいと言ったはずだ、あのなんとか模様のやつを。でも鬼を倒しました。何のために向かわせたと思ってるんだ。アンピランド税金 100% はしんどいね。どうなの 100% ってどうなの、それって何の、どういうこと。今鬼滅の本は段ボールの中です。段ボール。段ボールの中に入ってます。マスカット。あんな劇場じゃないですよ。すべて安否に捧げる。あ、そっか、 100% ってそういうことか。例えば100円のものを買うとします。そしたら税金が 100%。 あ、そっか、 100% ってことはもう私100円がもう税金なのか、えぐくない100円のものを買ったら100円が全部税金ってどういうこと、どういうこと、そういうことすぎるね。店利益なしだね、やばすぎる。
100円のものを買ったら200円になるってこと？そういうこと？ 200 円になるの？そういうことか。200円払うのか。200円。じゃあ1000円のものを買うとしたら、2000円になります。そういうことか。バリ高いやん。じゃあ 120% でもいいんですか？税金 120% もできるってことですか？それはできない。いや、そっち側になろうとしないで。大臣とかそっち、うちら側に入らないで。税金使う側に入ってこないで120% はないんですか？税金、それは存在しない。100が限界ですか？反乱が起きそうって思う。で、最初からそうしとけばいいよ。最初からそうしても、他の国からの遮断、他の国からの情報は遮断させるの。遮断させて 120% もできるの？ 200% も 300% もできるの？ 1000% も理論上できる。あ、そうなんじゃ。 1000% はえぐ、えぐい。江戸時代以来の鎖国に涙止まらない。情報もダメですよ。情報、他の国の情報を見ることも禁止されます。だから他の国がどんぐらいの税金を払ってるからも知らないし、最初からこれだったら分かんないよ。こう、それが普通だって思わせるの。洗脳で、洗脳師雇うから、私このために。そうしとくわ。そうするね。なんで私やるか気分、やるか分からないけど。カイドウとオロチ。アンピランド激ヤバ。アンピランドの闇が放たれた。やばい。アンピランドの闇が。こんばんは。DD 税何パーセント？そりゃやばいね。週末だけに行く？週末休める場所じゃなくなっちゃうよ。大丈夫？週末ぐらい休んだ方がいいんじゃないの？星の数に応じて税金が上がる。確かにそうなりますね。嘘をつけ、あの子に前に言ってただろう。バーン、なりますね。ということで、そろそろ私の告知タイムに入りたいと思います。告知タイムです。まずは今週の土日、ですね、10月14、15、まずお知らせ事は、10月14、15この日は香川県の高松市総合体育館にて、ファイブアローズさんとの試合に
完成することになりました。ぜひ皆さん香川に遊びに来て、そして一緒に試合を観戦してファイブアローズさんを応援しましょう。14日は18時ごろ、15日は14時からの開演になっ、あの始まり、支援試合が始まります。土日のチケット、嬉しい。こうやって報告してくださるファンの方がいて、たくさんいて嬉しいです。私にとっても香川での最後のお仕事になるのかなって思いますし、あかりんさんもファイブアローズさんの、アンバサダーに就任されたということで、私もお手伝いができたらいいなって思っているので、ぜひ遊びに来てください。遠いって言ってる人は近くなったら絶対来てたんですか？遠いっていうのを言い訳にしているだけじゃないですか？近くて本当に来てくれていたんですか？アローズに来てくれるのありがとう。嬉しい、ありがとう、そう言ってくれるの嬉しい。ぜひで、15日は私は始球式で、スリーポイントシュートを投げさせていただきます。あ、スリーポイントシュートじゃないっけ、なんだっけ、忘れた。14日あかりんさん、あ、フリースローでさ、スリーポイントはちょっとやばかった。フリースローを投げさせていただきます。14日あかりんさん、そして15日は私が投げますので、ぜひ。そして香川はたくさん素敵な街も多くて、高松市に来られると思うんですけど、皆さん、あの香川のうどんを楽しんだりとか、いろんな場所に私が今まで紹介した場所行ってくださったら嬉しいなと思います。まあ一番のおすすめはですね、屋島おすすめです。霊岩茶屋さんって言って、屋島の一番上にあるあのお店なんですけど、霊岩茶屋さんが一番のおすすめです。ぜひ行ってみてください。あの高松市の景色も見れますし、14日だったらお昼18時からかなので、お昼時間があると思うので、ぜひ。そして次の日15日は14時からなので、お昼時間あると思うので、お昼の時にぜひどうも高松の美味しいところいっぱい楽しんでいただけたらいいなと思います。香川にね、すずむしさんっていうラーメン屋があるんですけど、私の一押しなラーメン屋さんですし、やっぱ香川ではうどんを食べるのも一番ですし、骨付き鶏も一番です。美味しいので骨付き鶏も食べてほしい。でも土日なのですごいたくさんの人が並んでると思うので、そこは気をつけてください。ということで、まずは10月14、15のお知らせです。そしてまだあります。10月20何日ですか、20か21かな、22か、月曜です。23日かな、23日で合ってますかな、合ってますね。10月23日月曜日、勝手に四国観光大使の単独公演が決まりました。私はですね、単独公演本当に久々で、半年ぶり以上なぐらいかな、半年ぶり以上な感じで、しかも私にとって最後の公演になります。まあ花垂れ公演があるから私の最後の公演とは思わないとは思うんですけど、私にとっては勝手に四国はたくさんの思い出があるので、ここでね、一回最後っていう、勝手に四国最後っていう思い出が、ここで楽しい思い出ができたらいいなって思いますし、月曜日ですけど当日券がないぐらい満員にできたらいいなって思います。10月23日四国公演、待ってます。広島クラブクアトロさんでお待ちしております。どの席も見やすいですし、見つけられますので、ぜひペンライトを持って遊びに来てください。まあ、その時も広島観光してほしいので、行ってほしいところメールとかで送ったりします。あとはですね、10月23日もう私も残すところ会える機会が本当なくて、公演は3回、コンサートやっぱ広いので見つけられる自信はあんまり、まあ、前の方を撮ってくださった方は見つけますけど、見つけに行けるんですけれども、やっぱ広いので難しいと思うので、本当に顔を見合わせて、お見送りが多分広島グリーンアリーナはないと思うので、お見送りで私はコミュニケーションも最後取っている形なので、ここを大事にしたいなって思っています。なのでこの10月23日、そして発表はされてるんですけど、メンバーも出てないんですけど、時間も11月5日会える楽しみにしていますので、よろしくお願いします。そして
最近ね東京で香川のお仕事をさせていただいたって言ったんですけど、香川広島の瀬戸内春祭館という場所に行かせていただきました。お仕事で香川のね、香川と愛媛のこう物が売ってある新橋にあるところに行って、ぜひそこは皆さんにも行って香川愛媛を楽しんでいただきたいなって思うので、そこの紹介をこれからツイートとかで X でしていくので、ぜひ X もご覧になってフォローしてくださると嬉しいです。本当にそう素敵な場所で、もう本当に懐かしい気持ちもなったし、アフタヌーンティーを食べさせていただいて、夜はね違うメニューもあるんですけど、1日10食限定のアフタヌーンティーにを食べてめっちゃ美味しかったし、なんかあんまり香川のこれを使ったとか愛媛のこれを使ったっていうアフタヌーンティーってあんまりないじゃないですか。普通に行ったらさ、なんか有名な北海道とかアンテナショップですね、そうですね、そう北海道とかよく言われると思うんですけど、こう香川と愛媛の良さが詰まったアフタヌーンティーを食べれて、今夏メニューらしいんですけど、そうすごく美味しくて、で飲み放題、あビールじゃないですよ、ドリンクがオレンジジュース、愛媛のオレンジジュースとか香川のオリーブ茶とか愛媛のほうじ茶とか、そういうものいっぱい飲めれたので、ぜひ行ってほしいです。最初行く、ぜひ寄ってほしい。またツイートもするので見てくださると嬉しいです。あとスタッフさんがね、スタッフさんというかそうこう教えてくださって、これはねこういう感じでこうなんだよっていうのをたくさん教えてくださったので、それも活かしてお話できればいいなと思ってます。タルさんゴーゴーありがとう。そしてチリパが決まりました。チリパ新年パーティー10月何日だっけ。タルさんゴーゴーありがとう。チリパ20日、10月20日チリパに登場させていただきます。本当にラストのチリパになりました。まさかねご出演できるとは、最後かもしれないって言ってたから、パパ返信はねおはようって返したんですよ、こんちりって来てて、でそっから起きたから、私起きるの遅かって、でおはようって送って、どこんちりってどういうことやろうと思ってて無視してますっていう意味でした。そうたらさん、おいしいじゃない、うまっ、ありがとう。聞いてほしい、私オリーブハマチ食べたんですよ、食べれた、おいしかった、オリーブハマチおいしかった、そう食べさせていただいておいしかった。私お魚あんま食べれなかったじゃないですか、やっぱ食べれるようになってきてるんですよ私。オリーブハマチめっちゃ美味しかった、さっぱりしてて、あなるほどね、普通のハマチを食べたことないから分かんないけど、調べられ分かんない、違いが分かんなかったけど美味しかった。ラスチリということで、コンチリラスチリ、ぜひ皆さん、ラジオの投稿お待ちしております。たくさん来てくれると嬉しいです。で11月3日ユミリンさんの卒業コンサートが広島グリーンアリーナで行われます。ユミリンさんがね最近卒業コン、あ間違えました、生誕公演で、その広島グリーンアリーナについて思いを語っていて、もう私もすごく感動しましたし、こうやっぱり素敵な景色をね、SG メンバーみんなで見たいなって改めて思いましたので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。 SG メンバー全メンバー48人出ますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、そろそろお開きの時間がやってきましたが、皆さん今日の感想いかがでしょうか。いきなり回し、いかがでしょうか。皆さんからのコメントを読んで今日は終わりたいと思います。大塚ひろしさん、お疲れ、ありがとう。グリーンアリーナ昼より行きます、ありがとうございます。グリーンアリーメリー卒業コンサート最高だ、ありがとうございます。フレッシュレモネード美味しそう、楽しかった、ありがとう。2時間、ありがとう。カラオケ楽しかった、よかった、ありがとう。寂しいよピエン、配信楽しかったです、よかった、最高だった、最高。今日は食べて寝て食べて寝てをしました、幸せ。愛に行きますさん、帽子ありがとう。パンダ可愛かったです、嬉しい、それ待ってた。アンパンダ可愛かった、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。11月5日なんとかなるかも、よかった、会いたいよ。カラオケも楽しかった、よかった。ほぼガイド公演、嬉しかった、確かに
たまたまワンガイドの公演の曲ばっかりになって嬉しかったですね。エモエモですね。グリアリーナ昼公演行きます、最高。グリアリーナ MN さんとペアで披露してほしい。それは私には、私に権限はないのでちょっとそれは難しい。グリアリーナ、あ間違えた、カラオケの、あ読んだ、だんだん会える時間が減るから寂しいけど配信でね、配信いつも2時間ぐらいやってるので2時間を30日、まあ今回は31日なんですけど、まあ、60時間会える時間はあると思ったら皆さんまだまだありますね。やたらさん、ありがとうありがとう。ポンデリング食べたくなりました。私も残り1ヶ月弱アンピのパフォーマンス楽しみです。成長できるように頑張ります。配信ありがとう、楽しかった、よかったです。チラチラチラン、パンダめっちゃ可愛い、コスプレありがとうね。こちらこそ、またコスプレすると思うので楽しみにしてくれると嬉しいです。ということで配信の最初に言ったんですけどね、今日はパンダでした。そしてメイクはいつもとちょっと違う感じで、オレンジな感じと、あんまり涙袋はあんまりなんかがっつりしなかった。しずチークもねオレンジを使っていて、リップもオレンジを使ってます。あとファンデーションは使わなかったです。でなんかなんて言ったらいいんだろう、元の良さを出してみました。トラブさんかありがとう。オレンジメイクの、え嬉しい、ありがとう。あとねマスカラもオレンジっぽいブラウンみたいな、ちょっとオレンジが入った色を使ってみました。一期一会の気分で、お良かった、メイク似合いすぎてる、嬉しい。いろんなメイクをしてね楽しんでいきたいと思います。元の良さを出してみました。ゆうしゅんさん、とうとうありがとう、こだわりパンダです。クラッピーさん、かわいい、ありがとう。ということで、皆さんありがとうございます。かけうすこさん、似合う、ありがとう。高直さん、ありがとう。で、ありがとうございました。また明日も夜配信するので会いに来てください。ありがとうございました。はい、あ、壇上読んでなかった、危ねえ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 。13位大和さん、12位山田太郎さん、11位ミスタラさん、10位みーくん、9位しおりんさん、8位くまぴーさん、7位ウィンディーボーイさん、6位福太郎さん、5位たかけいさん、4位グルおじさん、タワーありがとう。3位アンピア三大美女さん、ミラーボールタワーありがとう。2位ケンジさん、留学頑張ってね、タワーありがとう。1位花火師さん、ありがとう、タワーいっぱい見てくれてありがとうございました。ではバイチャラポーン。はい。